かき混ぜるとこんなに滑らかになるんですよね。お、ちょうどいいんじゃないですか。タピオカ風にいただけるというですね。あ、これ回ってる？回ってる。回ってる。あ、どうも、りゅうりゅうさん、りゅうじでーす。はい、ということでですね、いっぱいやっちゃって、おります。はい、お菓子飲んでるんですよ、今日は。お菓子ってやっぱり野菜が取れないじゃないですか、栄養が取れないじゃないですか。なのでですね、今回はですね、いいのもらったんですよ。はい、大木製薬さんの青汁スティックゼリーリンゴプラス、まあ、ちょっといただいたんですけども、これね、このスティック1個で青汁1杯分、それぐらいのね、栄養価が取れるらしいんですけども、僕ですね、大の野菜嫌いで、生野菜とかドレッシングがないと全然食べれない。特にですね、苦手なのが青汁なんですよ。これもらったはいいけど、青汁が嫌いすぎて多分食べれないんじゃないかなっていう風なこと思ってるんですけども、せっかくいただいたんで、リンゴが入ってるんで食べやすいってことなんですけども、常温のままでもう食べれるんですけども、冷やした方が全然美味しいっていうことで、今ね、冷やしてあります。キンキンに冷やした青汁スティックゼリーです。はい、いただきたいと思います。いただきます。結構濃いですね、これね。あ、全然食えますよ、これ。リンゴの香りがすごく強くて、味も強いので、青汁僕飲めないんですけど、全然食べれます。青臭さちょっとありますね。まあ僕野菜嫌いなんで、多分野菜が好きな方は多分そのままいけると思うんですけども、僕野菜がやっぱ苦手なので、ちょっと青臭さは残るかもしれないです。これでも全然食べれるんですけども、今回は青汁スティックゼリー、こちらをですね、すごくいい食べ方っていうのをですね、考案してきましたので、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、今回ですね、野菜嫌いでも食べれる青汁スティックゼリーリンゴプラスの食べ方やっていきたいと思います。無糖のヨーグルトです。大体 100g ちょいぐらい、栄養価が高いということで、まずは効率よく、摂取、していきたいと思います。いただきたいと思います。いただきます。あ、これもうまい。楽しくね、摂取していかないとね。今回用意していただくのは、蜂蜜と無糖のヨーグルトですね。このね、青汁スティックゼリーを入れていきます。で、入れる時も、崩しながらね、入れていただくといいと思います。ね、リンゴとヨーグルトってすっごい相性がいいんですよ。ここにですね、とろっと、こう、回し入れて、はい。混ぜちゃう。これだけ。青汁リンゴヨーグルトね、この食べ方ね、マジでうまいですよ。マジでうまいですね。もうちょっと蜂蜜入れていいですか。甘党な、うまいね、これ。全く青臭さがない。ヨーグルトと一緒に食べるってすごくいいと思うんですね。ただですね、僕なんだっけ、職業、料理研究家。はい、料理研究家ですね。料理研究家の料理ではないですね、これね。はい、これただの食べ方ですからね。それじゃいかんと。なので今回はですね、これをさらに進化させた全く新しい食べ方用意しましたので、今からやっていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。ボウルを用意していただいて、ヨーグルトを入れていきます。でヨーグルトを入れたら、かき混ぜる。かき混ぜます。かき混ぜるとこんなに滑らかになるんですよね。ほら見てください、こんなに滑らかになる。僕の場合は、まあ、小さじ2杯ぐらいですかね。小さじにね、粘度が強く小さじに残っちゃうんですよね。ない方はお砂糖でもいいです。ちょっと多めのお砂糖でも大丈夫なんで、牛乳 100cc 加えていきます。ラッシーなんですね。これとですね、青汁スティックゼリーの相性はね、最高。よく冷やした青汁スティックゼリーですね、きちっとちぎりながら入れていくと食感が良いです。グラスに入れてください。そこに沈めたいんですよね。入れていきます。ちょうどいいんじゃないですか。あればですよ、タピオカ的なね、ストローを刺してあげると、タピオカ風にいただけるというですね。はい、ということでですね、こちらできました。タピオカ風青汁ゼリーラッシー完成です。はい、ではできましたので飲んでいきたいと思います。飲みます。いただきます。
あめっちゃタピオカっぽいね。めちゃめちゃ飲みやすい。乳製品と青汁とこのリンゴの香りの相性めちゃめちゃいいですね。チョイサーチしたいと思います。僕の大好きなココナッツリキュールですね。これをですね追加していく。混ぜてココナッツ風味の、めっちゃうまい。ピニャコラーダだこれ。うまいぞこれ。ピニャコラーダってパインとココナッツのお酒なんですよ。リンゴがねすごくねいい仕事してますね。これね爽やかさもある。すごく青汁スティックゼリーはね足りない栄養素をね補ってくれる優秀な相棒ですので、ヨーグルトとの相性めちゃめちゃいい。めっちゃうまかった。今回のタピオカ風青汁ゼリーらしい美味しくて栄養が取れる一杯となっておりますので、ぜひ皆さん試してみてください。このねこの青汁スティックゼリーはね一日のうん、足りない栄養素ちょっとロレツが回らない足りない栄養素をね